ウォーリーからのフロントサイドワンエイティ高さを出してきました。ボリボメ優勝、バックサイドノーズグラインドからの途中抜け、そしてバーガンデの手足、ボリボメ優斗。本当にね、世界で活躍するスケーターを見れる貴重な日です。こんなメンツが集まることはなかなかないでしょう。さあ今日はね、この3人が集まるときにね、そしてユーゼンズクルーが全員集合するとき、フロントサイドテーブルからフロントサイドワンエイティアウト。さあ、そして吉岡健太に注目。三谷琴奈、若干12歳、大阪出身のスケーターがデモンストレーションしてくれます。さあ、見えるでしょうか、小さい子、彼が三谷琴奈だ。そして3人目、吉岡健太。先ほどの何か違う。おースケートパーク、素晴らしいパークがここ鳴門市にできました。地元の皆さん、はっきり言って羨ましいです。お願いします。さあ、入ってきたのは南霞代表自ら入ってきました。さあ、会場を左回りに入ってきた上原浩二も入ってきました。さあ、神奈川県からやってきましたアディダスライダーの散歩騎士、そして三谷琴奈ジャック。さあ、堀米雄斗がさすがに技をメイクしまってます。さあ、シークレットライダーの三本自身もさあ、吉岡健斗が変な技を出してきた。くるくる回っている、坊主頭に白い靴、赤いシャツが吉岡健斗だ。さあ、その横から堀米雄斗もレールを攻めている。さあ、こんな使い方ができます。堀米雄斗、バックサイドのスライドからの引き抜け。さあ、まだ終わりません。堀米雄斗がまだ終わらない。ここ、スーパーで奇跡を残したい。バックスリー。さあ、次回からでね、そろそろ終わりにしたいと思います。